どうも、アクアライダーです。いつも当チャンネルのご視聴誠にありがとうございます。この度、チャンネルの登録者数が1000人を突破いたしました。ありがとうございます。まあ、そして、前々から予告していた通り、まあ、重大報告というよりも、こんな感じの緩い動画で、自分自身のことをご紹介できたらなと思いまして、今回は自己紹介ということで撮影しております。どうぞよろしくお願いいたします。その前に皆様に謝らなければならないことがございます。今まで動画内でも16歳ということをお伝えしておりましたが、この内容が皆様に誤解を与えてしまいました。大変申し訳ございませんでした。実は私、アクアライダーは高校に進学しておりません。そうです、中卒です。中学卒業後、起業して大阪で一人暮らしをしながらベンチャー企業で営業を学び、現在はこちら名古屋にあるに関わっております。はい、ということで、僕が受験して入学した進学率ほぼ 100% の中学校から高校には進学せずに起業した経緯について時系列順にお話ししていきたいと思います。まず私、2004年の12月17日に愛知県にて生まれ育ちます。3歳の時にこの一パー三系っていう、まあ、国鉄車両に一目惚れをして鉄道が大好きになりました。で、小学校は受験をして入学し、鉄道好きの仲間を集めて、まあ、全国に鉄道旅行に行きました。本当にね、南は九州、鹿児島から北はね、北海道の旭川まで、本当電車が大好きで、いろんなところに旅行に連れてってもらいました。で、機械系が好きだったことからパソコン操作も得意で、幼稚園の頃には結構ペーパークラフトっていう工作みたいなのを作ってたんです。で、まあ、いろんなものを制作しておりました。で、小学4年生からプログラミングを学び始めて、 JavaScript という言語のもと、シューティングゲームなどの簡単なゲームは作成することができていました。まあ、そして趣味に没頭する少年のまま受験をして同系の中学に進学します。で、その中学では他の中学とは違い、9教科以外にも3年間で自分の好きな分野、将来の夢につながるような好きな分野っていうものを追求、研究していって、まあ、その道のプロになりましょうよという、まあ、いわゆる長期にわたる自由研究ですよね。それを授業の一環として行う学校でした。僕はね、いろんなことに興味を持っていたことから、一つには絞ることができず、広く浅く研究しておりました。1年生の頃は、学校教育とプログラミングの必要性ということで、義務教育の内容にプログラミングという科目が追加されることについて調べておりました。で、当時通ってたプログラミング教室の先生にインタビューをしたり、あと中学の技術の教員にインタビューをして、本当にプログラミングというものが今後必要になっていくのかなどについても議論をしました。でもこれは僕がやりたいことじゃないのかなというふうに途中から気づき始めて、2年生ではモータースポーツでの事故を減らすにはということで、この頃は車が大好きで、まあ、特にモータースポーツなんですけれども、まあ、簡単に言えば車のレースですね。まあ、しかし実際問題、このモータースポーツというものは非常に危険な競技で、どうしたら安全に楽しめることができるのかということについて研究を始めました。そして3年生では映像技術を利用して、モータースポーツにおける事故を防止する方法を東京にある日本自動車連盟の本社にディスカッションしに行きました。まあ、こんな感じの学校生活でしたね。僕にとっては普通の学校生活なんですけれども、まあ、結構社会に出て実際に分かることが周りの方とはやっぱり違うなというふうに感じます。なんでとても貴重な経験をさせてもらってるなというふうに感じます。で、今お伝えした学校生活っていうのは、僕と同じ中学に通っていた子はみんなしていたんです。じゃあ僕の人生はどうしてここまで大きく変わったのかっていうことなんですけれども、それは2018年の6月に公開された映画オーバードライブです。まあ、僕のリスナーさんは車やバイクなどのそういった乗り物が好きな方が大勢いらっしゃると思うので、ご存知の方も多いかもしれませんが、簡単にまとめると、まあ、ラリーというモータースポーツを通して、ドライバーである弟とメカニックである兄の兄弟の絆を修復していく物語です。当時からこの学校での勉強っていうものを疑問に思っていたんですね。皆さんもおそらくあると思うんですけれども、こんなの勉強して将来何の役に立つんだろうっていうふうに思いまして、まあ当時からそこまで勉強はしていなかったんですね。で、将来の夢もそこまではっきりとは決まっていたわけでもないので、まあ周りからはとりあえず勉強しとけ、学歴持っとけばなんとかなるみたいなふうに言われてたので、まあいやいや、宿題だけは答えを移して提出してました。しかしこの映画を通して、僕はラリードライバーになることを夢見ます。まあ、ラリーっていうのがどんなものなのかっていうのを今映像でお見せしてると思うんですけれども、ドライバーとコドライバーと言われる、いわゆるナビゲーターですね、この2人1組で、車に乗って、で、競技は主に公道で行われます。で、この指定された公道を1台ずつ計測をしていって、タイムが速い人から優勝っていう感じの競技です。簡単に言えばそんな感じですね。
結構ハードで、事故とかもかなり多いので、これは安全に楽しめることはできないのかなっていう思いで、先ほども検討しておりました。で、まあ、ラリードライバーになることを夢見て、その上でふと思いました。あれ？学校で習う内容って将来必要なんかな？そこで、身近である母に相談してみました。で、すると、返ってきた答えっていうのが、ラリー選手になることはできると思うが、怪我などで選手生命を絶たれた時に、保険で学歴っていうのは必要だよっていうふうに言われました。今の日本はこの学歴社会って言われているもので、学歴がないと将来やっていけないよっていうふうに言われているんですね。フラン大学卒業の人と東京大学卒業の人だと、やっぱり東京大学を卒業した人の方が優遇されるっていう世の中ですね。まあでももしかしたら、このフラン大学卒業した人の方が社会経験が豊富で、将来会社にとって有望な存在なのかもしれないです。逆に東京大学卒業の人がニートになっちゃって、社会経験全くない中、まあエリートのその道を通ったところで、会社には何の利益もないという可能性もありますよね。今言ったことが全てではないですし、実際のところは僕も把握しきれてない部分がありますが、例えとして今のはお伝えしました。だから本当に学歴だけが全てではないのかなというふうに僕は思っていました。でも先ほどの母のその返ってきた答えに対して僕は強く疑問を抱きました。学歴にこだわる必要があるのかなと。学歴のために勉強する時間があったら、もっと別のことに費やしたいというふうに。そんな時、それが中学2年生だったんですが、ある出会いがありました。それがライフコーチングというものです。コーチングっていうのは馬車の役割をする職業で、お客様がこの人生という長い道のりを歩む上で、まず現在地を知って、次に目標設定をして、というふうにコーチの質問を通して、その中身を明確にしていき、一緒に夢を叶えるという職業です。で、母にその体験講座に連れてってもらったんですよ。初めは母からね、その一回行ってみないっていうふうに誘われたんですけど、時間の無駄だとか思って断ってはいたんですけれども、まあまあそんなに押すなら行くかというふうに、いやいや行きました。で、まあ14歳で受講していたのは、もう当然僕一人ですよね。てか、まあ一番低くて僕を除いて30代からでしたね。そう。他の人だから30代から70代まで。本当にバラバラだったです。で、まあいやいや受けていたわけなんですけれども、内容にびっくりしました。まあ来ていた人のある人が、代表としてコーチングを受ける人に選ばれて、でそのコーチからその人に対して質問がありました。あなたは今のままでいいんですかっていう質問だったんですけれども、僕からしたら、ああ全然大丈夫ですか、いやちょっと悩みがあってみたいな感じにイエスかノーで答えられる、まあ、簡単な質問なんですけれども、その選ばれた方はいきなり大号泣だったんですよ。この大の大人が大号泣。当時僕にとってのその大人っていう人に対してのイメージが完璧で間違いを起こさない、もう本当に雲の上の存在っていう感じだったんですけれども、まあその泣いてる姿を見て、大人でも悩み苦しむことがあるんだなというふうにそこで初めて知りました。非常にびっくりしました。で、今回受けたこのコーチングっていうものは、いわゆる自己啓発高額商材というバックエンドビジネスっていう感じで、その体験講座でこれは本講座を受けたいなって思った人が、後ろにある、後ろで待機しているこのバックエンド商品っていう、高額商材を買ってもらうっていうような手法なんですけれども、当時初めてそのビジネスというものに触れてから、もう感銘を受けまして、母にお願いしました。で、その商材の値段が100万円だったんですけれども、これを受けることによって僕の人生が変わるなら100万円の投資は安いんじゃないかと、母にお願いしまして、受けることにしました。本当にありがとうございます。半年間、毎月東京に通って、で、それからその半年間で、僕の考え方や価値観、常識っていうものがもうぶっ壊れていきました。で、人前で立つことがあまり恥ずかしくなくなったんですね。当時は、すごい人前で発言するとか、こんな YouTube やるなんて、しかも YouTube で顔出しするなんて、そんなこと考えられなかったんですけれども、このコーチング受けてから本当に価値観っていうものが変わっていき、もっと自分の意見を発信したいというふうに思うようになりました。で、そこでもういろんな方とのつながりっていうものができて、人脈が広がっていき、全国各地に年の離れた友達というような存在ができました。その中には、自己破産しているフリーターの方だったりとか、大企業の経営者や投資家さん、一気にその見える世界が変わっていきました。当時中学2、3年生って、おそらく学校の友達や、あとその親御さんだったりとか、学校の先生しか関わりがないと思うんですけれども、本当一気に人脈が広がっていくっていうのをびっくりしました。で、学校に10時間かけて登校したっていう話もあるので、また後日したいと思います。まあ、そんな感じでビジネスの世界に興味を持ち始めました。で、いろんな経営者の方や投資家さんの話を伺ってるうちに、学歴は必要ない。
義務教育で習う内容すらも必要なくて、もう自分のやりたいことをやっていけばいいんだよという話が腑に落ちました。で、ここで誤解してほしくないのが、夢や目標があって、それには学歴という手段が必要だっていう場合に、皆さんがね、その頑張る姿というのはかっこいいと思いますし、応援します。ただ僕自身が必要じゃないなというふうに感じただけですので、皆さんに押し付けるつもり全くないですし、あくまでこういう人もいるんだなっていう、軽い感じに受け止めていただけたらなと思います。で、学校の勉強が必要ないのかと。今まで小中で9年間学んできたその内容っていうものが必要ないと思った時に、何をすればいいのか。やっぱり勉強だったんです。でも学校の勉強ではありません。ファイナンシャルプランナーの資格だったりとか、あと投資、資産運用、経営学に量子力学、あと心理学なども学んでいきました。僕が専攻していたのは異常心理学という分野なので、興味があったら教えてください。またお話ししたいと思います。まあそんな感じの自分なりに思った将来役立つ内容です。でまあそんな感じなので、当然学校のテスト勉強なんかはやってる暇がありませんでした。なんで成績もね、本当に大変なことになってましたが、まあ僕には関係なかったんです。すんごい問題視ですよね。でもね、自分でも驚くのが、3年生の後期には、球長というクラスの代表をやってたんです。でも僕の友達がね、この YouTube 見てたら、あんなネタ枠だろうと思うかもしれませんが、まあまあ、実績だけはね、残りますから。一応やってましたよっていう話です。で、担任の先生にも呼び出されたりもしました。もちろん。ですが、僕には成績も学歴も必要ありません。僕の将来を楽しみに待っていてください。というふうに、まあ、先生黙らせてしまいました。本当に失礼なことをしました。本当にごめんなさい。悔い改めてます。で、まあそんな感じで勉強を続けていて、そして中学卒業後の進路として、進学はせずに起業するという決断をいたしました。そして無事に中学を卒業しました。卒業式は3月2日。コロナの影響で在校生はいませんでしたが、楽しくて長かった義務教育が終わりました。卒業式が終わった後の、その仲間との交わりの場で、自由だーって叫んだのを覚えてます。そしてその卒業式の翌日、3月3日から大阪で一人暮らしが始まりました。え?って感じですよね。で、一人暮らしをしながら、日本ナンバーワンのセミナープロデュース会社、ベンチャー企業だったんですけれども、そちらで1ヶ月間営業と経営コンサルについての知識を、まあ、働きながらというか、業務委託っていう形で、学んでいきました。で、その業務委託も契約期間が1ヶ月だったんですね。で、働いていく中で、何か商品を一つでも売ったら、今後も契約更新していくよというふうに、伝えられていました。で、その子の代表には、もうこのまま働いてくれというふうに、まあ、月収40万固定だぞというふうに結構ね、圧が来ましたが、断りました。実は僕商品売っちゃったんですよ。で、そこでも僕はね、やっぱり学校の勉強じゃなくて僕はこういった社会に出て営業とか仕事をしていくのが好きなんだなというふうに感じさせていただきました。でもまあそこで働くのは僕には違うかなと思いまして、断りましたね。今思えばね、まあまあ美味しい話だったんですけれども、まあ断って愛知県に帰ってきました。さあこれからどうしていこうかという時に、なんとびっくりです。そのコーチングでつながった仲間からあるビジネスの誘いをもらいました。それが今関わってるこちら。どうもすみません。今会社名や事業内容についてご紹介しております。諸事情によりご紹介することができなくなってしまいました。大変申し訳ございません。この会社との出会いや今期から役員として関わっているというお話をしております。で、冒頭に起業したというお話をしたと思うんですけれども、現在は2つの会社を経営しているという認識でございます。今後ともこのことについてもより良い情報を発信できたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。アフレコで失礼いたしました。ということでね、まあ、今自分で喋っててもすごい経験をさせてもらってるなというふうに感じました。そしてまあこのことを発信できる場としてこの YouTube というものがあることにも感謝ですし、元ブログという手段を通して皆様と関わりが持てたこともありがとうございます。今回はバイクとは関係ない内容でしたが、これからも元ブログという手段を通して皆様により良い情報の発信と、まあ、交わりの場ができたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。顔出しもしてしまいましたからね。こういった顔をしていて、こういった身なりをしております。改めまして、チャンネルの登録者数1000人突破、ありがとうございます。まあ、ぼちぼち収益化の申請もさせていただきますので、審査が通れば今後広告もついてくると思いますが、懲りずに見てやってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。ありがとうございました。バイバーイ。